何やってんだよ、いつき。いやー、こうしてじっくり見るとさ、やっぱかっこいいぜ、俺のレヴィン。くー、お、シルビア。あ、じゃなかった、シルエイティか。おえー、珍しいのが止まってんな。誰の車だろう。いつき、その人の車みたいだぞ。うわ、すいません。今日は走りに来たんですか。ちょうどいいや。俺、竹内いつきって言うんだけど、よかったら一緒に走らない？いつき、あんま無茶するなよ。わかってるって。俺がもっと八号を乗りこなせたらな。いや、それなりにいい線行ってたぜ、いつき。そっか、そう思うか、たくみ。実は自分でもちょっとすげえんじゃねえかって思ってたんだよ。これならたくみに追いつくのも時間の問題だな。ち、
元気なもんだぜ。負けたのはちょっと悔しいけど楽しかったよ。俺がもう少し速くなったらまた一緒に走ろうぜ。え？まだバトルし足りないって？でも俺じゃもうちょっと練習しないと相手にならないみたいだし、せめてここにある車が8号じゃなくて匠の86なら少しは勝負になったかもしれないんですけどね。そんなことないぞ、いつき。え？なあ、俺にちょっとだけこの車運転させてくれ。え？どうする気だよ。俺の8号と匠んちの86じゃ月とすっぽんだろ。いいから助手席に乗れ。よく見てろよ、いつき。この車の本当の限界を今から見せてやるから。この車でも限界まで攻め込めば勝ち目はあるはずだ。どんな車でも運転にそんな大きな違いはないんだ。しまった。勝負かけないと。ビリビリと伝わってくる感じがある。何か来る。よし。ダメだ。向こうの車の方が速い。